ここが制御室か。元議長、今すぐフェイスを止めるんだ。キース様のように器用には操れませんが、使者といえどある程度のマクロで動かすことができる。元議長の権限があれば3000機全てのフェイスをこの場所から起動できる。お前ら、セイラ、ギリギリの呪力でよくやってくれた。3000機のフェイスは間もなく起動する。強化様、残る9機門は強化様一人だけに。どうか我らの悲願、ゼレフ教のもとへの帰還を果たしてくださいませ。ああ、そなたの魂と共に必ずフェイスを止める。ゼレフのために敵を召す。なんだこれは。どうしたの、ナツ。この声。違いねえ、アクノロギアだ。さすがに想定外だ。奴が来るとは。強大な魔に釣られてきたか、それともゼレフを追ってきたのか。反応してる。そうか、奴の狙いは END。 END を押すいうわけか。面白い。夏、時が来たようだ。イグニール、お前なら必ず。イグニール、なんでイグニールの声が。アクノロギアは俺が何とかしよう。今まですまなかったな、ナツ。俺は今は全てを語る時ではない。まずはアクノロギアを吐いて生きよう。な、夢でも見てるの。父ちゃん、どうなってんだこりゃ。おい、サラマンダ、あれがイグニールなのか。お前の体の中にいたってどういうことだ。知るかよ、ずっとずっと探してたのに。ふざけんな、イグニール！バカが、話は後と言ったろう。今言え！なんで急にいなくなった？しかも俺の体の中にいただと！ガジルやウェンディのドラゴンはどこだ ?777 年7月7日に何があったんだ。夏、邪魔だ。邪魔ってなんだよ。久しぶりになったのに言うセリフか。言ったろ、積もる話は後だ。お前はお前の仕事をしろ。仕事だ。ギルドとかいうのに入っておるのだろう。俺が正式に依頼する。 END の章。なんで俺がそんなことを。お前にしかできない。それに奴は今回の騒ぎの首謀者だ。それだけで戦う理由にもなるだろう。いいか、決して本を開くな。破壊することも許さん。報酬は。何？当たり前だろ、ギルドで働いてんだぞ。お前の知りたいことすべてだ。
き受けた。行ってこいな。ああ絶対約束守れよ。もうどこにも行くなよ。おお約束だからな。燃えてきた。闇の翼アクノロギア、エンリュウ王イグニール、このマルドギールの計画を邪魔させるわけにはいかんぞ。策は過失修正された。滅びるのは貴様らだ、忘れられし種族よ。強化、聞こえているか。まるで。ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにする。はい、しかしキースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも。制御室の中央メインラクリマ、それに貴様自身が生体リンクするのだ。生体リンク。貴様自身がフェイス発動キーとなることで、フェイスの発動を早めることが。でフェイスさえ発動すれば、魔導士の無力化は無論よ。そしてマスター END が復活する。我々の。マルドギール様、こんな膨大な魔力とこなたの呪力を生体リンクさせたら。それがどうした。死を恐れるのか。いいえ、タルタロスの悲願成就のためなら、この命少しも惜しくはありません。全てはゼレフのために。生体リンク完了。何？何のために？あいつ、フェイスの発動を早める。単純な構図になったな。フェイスが発動した後、コナタも。大した自信だな。自分が負け。いかにも、そなたはまだ知るまい。旧気霊聖典強化、真の姿、エーテリアスフォーム。そなたにコナタは倒。コナタの呪力は今日力を増して時間ごとに無限に力を増す悪魔。食らうという。早く蹴りをつけねば厄介だな。だと。急ぐぞエルザ。分かってる。カット。風神の鎧剣。風神の剣。セイラの力を使う。くらいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。守る。助かる。ネウィルフィーレルエルカンティアヤグドリゴール。あなたは人間の通覚を強化するのだ。テイクオーバー。サタンソウルセイラ。殴っちゃおっか。来てエルフマン。姉ちゃんを守る。
抜かぬ太刀の方、あなたの命は発動と同時に我々は全てゼレフに、ゼレフの元に帰る。仲間と共に歩く道を。黙れ！そなたの痛覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が。思い出すよな、エルザ。あの地下拷問部屋を。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。まずは視覚を奪う。次は触覚、味覚、嗅覚、そしてこれが完全勝利だ。我が魂尽きようとも人間どもに未来はない。そなたは殺さん。死より辛い地獄を味わうがよ。このまま冥王様の人形にしてやろう。毎日毎日ゆっくり時間をかけて心と体を一部ずつもぎ取られて羨ましいな。ほら嬉しいだろう。あ、見えたとえ何を奪われようと、私の道を照らす光はあり。何も見えなくて、何も聞こえなくて、仲間と共に歩いてきた道が私の明日を照らすんだ。景色のこと、究極の痛みと、バカな、見えてないはずだぞ。
こいつをエルズ。まず聞いてないのか。まだこの剣を振るうのみ。そしてチョーク。よし、何度でも行くぞ。まずは死か、次は勝負。未か、旧か、そして超か。ただこの剣を振るうのみ。よし、あなたは人間の通覚を強化するのだ。何度でも行くぞ。行くぞ。行くぞ。天輪の鎧。アクレスオーダだ。カソ、行くぞ。イーティーソーダ。行くぞ行くぞ。ペンタグラムソード、行くぞ。天輪の鎧、アクレスソード。カット行くぞ。ここで終わりだ。王国の総人。まずは死か、次は勝負。未か、旧か、そして超か。うえっ。ただこの剣を振るうのみ。よし、何度でも行くぞ。何度でも行くぞ。ありえん、五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて、コナタの姿は見えてないはず。コナタの声は聞こえてないはず。なぜコナタの場所が。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が。おお、もっと簡単にし、エルザだから納得。こいつ痛みは感じないのか。強すぎる。妖刀ベニザクラ。時間が。とどめを刺さねば。エルザ。笑っている。世界から魔法が消える。何者か。俺はドラゴン。その本はもらう。フェイスも止める。ほう。だから
あまり調子に乗られるのも気に食わんな。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン、お前ではない。消えよ、ドラゴンの子よ。くそ、スティング、ナッサン、一緒に戦おうぜ。3人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜とナツさん。何？先にはやらせねえ。